皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。今日は高身長女子あるあるをやっていきたいと思います。私は冒頭の挨拶の通り元男の子なんですけども、今私は身長170cm、 じゃあもう伸びないですけどね、170cm で、男子時代は別にね、だって170って言ったら男子の平均の2センチぐらい低いぐらいか、特段大きいみたいな感じのタイプではないから、身長高い人の気持ちがあまり分かんなかったんですよ。ただ4年前に私は下半身の手術してから、いきなり女の世界に飛び込んだんで、日常生活を女性で送っているとかなり今までとは違うその世界が見えてくるわけです。なので今回は私が感じた高身長女子あるあるをやっていきます。ねえカノン、写真撮らない？あ、いいよいいよ。あ、じゃあここで撮ろっか。じゃあ撮るよ。はい、チーズ。あ、ちょっと膝が痛いな。あれ、どうしたの？ごめん、膝曲げないと同じ目線になんない、なんないや。これはめちゃめちゃ頻繁にあることで、ファンイベントとかで女性の視聴者さんと写真撮ったりするときとかは、少しこう、なんだろう、一緒に下げてあげないと、ファンバランスかなと思って、悲しい。あとはその同窓会とかでみんなで、じゃあ集合写真撮ろっか、みたいななったときに、だいたい私前行くよね。後ろに行くと、男子たちと同じこの列に、こんな感じになっちゃうんで、しゃがみに行きますよね。よし、じゃあそろそろ降りるか。つり革に頭を強打するでした。友達といる時だったら、あ、何やってんのかなみたいな、ちょっとぶつけちゃったよっていう風にごまかせるんですけども、一人でいる時にぶつかるのが一番恥ずかしいっていうか、なんか高身長は悪だみたいな感じで私いろいろ言っちゃってるんですけども、いいこともあるんですよ。朝の女性専用車両では視界良好なんですよね。眺めいい良くてごめんなさい。はじめまして。お、はじめまして。身長高いですね。あ、そうですか。何かスポーツでもやってたんですか？バレーボールをやってました。あ、だから身長高いんですね。いいですね。もうこ、あ、ここまでテンプレです。いつも通り。特によく多かったのが、私、昔飲み屋に働いてたんですよ。で、お邪魔しますって言って、お客さんの席入るじゃないですか。そしたら、お姉さん高いですねって、もう大体言われる。すいません、この服の M ってありますか？あー、L、今、在庫ございますが、いかがでしょうか？あ、L ですか？ M がいいんですけど、お客様ですと L サイズの方が、あ、M で。スラッとしていらっしゃいますので、M で。M で。背も大きい、M で。これめっちゃ失礼な店員だと思うじゃないですか。普通になりますよ。全然ある。まあ、多分店員さん的には似合う形を見つけてくださってると思うんですけども、やっぱり、プライドがありますので。ただこれが現実なんですね。この商店街のおすすめのお店が？あ、あった。あれだ。お姉さんは背が高くて綺麗ね。あ、そうですか。ありがとうございます。スポーツやってたの？バレーボールをやってました。ね、このお店綺麗だよね。ココアも美味しいし。そうだね。ね、カノンさ、ヒール履かないの？いつもスニーカーじゃん。え？ヒール？そう。いつもぺったんこじゃん。いや、だってさ、歩きにくいじゃん。仕事の時だけ、そう、仕事の時だけ、ヒール履く。うん。これ大体女の子の友達に言われますね。いつも大体ペタンコ私履いてるんで。だって私がヒール履いたら173センチとか4センチになっちゃいますよ。そうなると、かなりの巨人になっちゃうんで。でも昔そのアナウンサーの仕事してた時は、
履いてました。てかもう義務付けられてたんで、7センチぐらいのヒール履いてました。え、カナンってさ、あんまり悩み相談しないじゃん。なんか悩みないの？いっぱいあるから、この身長とか。だってもうね、女性専用車両乗ったらさ、もう視界良好でもう困っちゃうよ。あ、でもモデルみたいでいいと思うけどね。私羨ましいよ。うん。いや、もうモデルなんてできるわけないじゃん。いや、ほんと、できるって。え、ほんとに？ありがとう。うんうん。いかがだったでしょうか。もう結構ね、今ね、いろんなとこ歩いても、私みたいに同じぐらいの身長の女性の方、いっぱい歩いてますから、そこまで気にする必要もないと思います。うん、高身長であって得したこと、もういくつかあるんですよ。高身長だからってそんな引け目取る必要ないんですよ。もう堂々と生きていきましょう。せーの、えいえい！いかがだったでしょうか。今回は、高身長女子あるあるをやってみました。少しでも共感、もしくは楽しいって思っていただけた方は、高評価、あとチャンネル登録もお願いします。Twitter、Instagram、そして TikTok もやってますので、画面の下からフォローしてねー。また次の動画でお会いしましょう。皆さん、ついにですよ。私のカメラが変わります。この後買いに行くんですけども、何を買おうかっていうと、キャノンの G7X Mark III って言って、で、今私が使ってるカメラ、ちょっとお見せしますね。これ写真撮るよ。待ってね。はい、チーズ。OK。撮れた？ちょっと待って。いわゆる一眼レフを使ってる。これ一眼っていうのかな？こういうカメラなんですけども、すごくいいっちゃいいんですよ。画質も良くてボケてくれるし、ただ、荷物がかさばるんですよね。私普段リュックにパソコンとか充電器とか、あと化粧ポーチとかいろいろ入れて、で、プラス、外で撮影とかなると、もうカメラバッグを、背負わなきゃいけないんですよね。ってなるともう、いつも毎日プチ旅行してる人みたいに多分周りから見えてると思うんですよ。ただね、その G7X Mark III、めちゃめちゃいいんですよ。それがね、もう本当にデジカメ。デジカメって皆さんわかりますよね。なんかもう本当にもう拳ぐらいの大きさのカメラですよ。もう一眼レフ並みに綺麗に撮れちゃうっていう、まあいわゆる高級コンパクトデジタルカメラ、コンデジ、高級コンデジって言うんですけども、で、なんで今まで私がそれを使ってなかったかというと、さっきの写真もう一回見せますが、上にマイクついてますよね、モフモフ。これがね、今までコンデジはつけられなかったんですよ。それが、なんと今回からつけれるっていうことになりまして、これ、買うしかなくないっていう。しかも、まだありますよ。何かというと、今まで、その YouTube 生配信ってスマホでやってるんですよ。もう皆さんもご存知の通り。まあいいけど物足りない感っていうのがあって、その今回私が買おうと思ってるやつは、なんと、カメラの中の機能に YouTube ライブがあるんですよ。だから、どういうことかというと、今私が、お届けしてるこの映像みたいな感じで YouTube ライブができんの。やばくない？やばくない？しかも、音質もいいってことですよ。だって YouTube ライブはさ、基本的にスマホのマイクからこうやって皆さんのところにさ、音声も届けてるわけじゃないですか、映像と一緒にね。でも、こういうモフモフなやつが YouTube ライブでもつけれるってことですよ。これ買いでしょ。なので、青木たおい、今からビッグカメラ、なんかヨドバシかどっかに行って買ってきます。